すごいことになってるってこと？なんか今日早いね。みんな来るの。え？なんで？また怖くなってきた。え？なんかみんなもうちょっと普段ゆっくりじゃない？なんか今日早い。エッチだね。覗きに来た。じゃあ今日は特別にカメラつけちゃおうかな。冗談だよ。え？って思った？つけないよ。ビビった。かわいいね。でもあったの。今日はね、お昼の配信を見たけど、マックを食べて、あのミスタードーナツに行きました。美味しいものを食べました。ジャンプ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 。ジャンプ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 。いいでしょう。ドーナツ何が好きなの？ミスドだったら、めちゃめちゃ無難にポンデリングがいっちゃう好き。ジャンプ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 。マックは、ダブルチーズバーガーがいっちゃう好き。ノーマル味、そう、ノーマル味。あと、あれ好き。チュロスみたいな。やつ、そう。あ、イルミナインありがとう。だから今日はご機嫌らしいをパタパタさせております。チュロス、あ、そう、ハニーチュロみたいな名前のやつ、あれ美味しい。あ、でも今日さ、あの夢でさ、あのお風呂一緒に入る夢見たよ。まつりしそう。誰とかじゃないんだけど、なんかまつりしだって思っただけ。だから誰かわかんないんだよね。だから想像上の、だから顔は全然わからない。そう、一緒にお風呂入って、そのままする夢。誰だったんだろうね、あれは。でも、祭りすってことは分かった。そうそう、薄いものができる。でも目覚めちゃった途中で。途中？あ、でも最後までは、ちょ、もういいや。詳しく話すの恥ずかしいから。詳しく話すのはやめよう。やめておきましょう。詳しく聞きたい。あ、でもお風呂だから、あれ、してなかった。やめて、もういいや。まあどういう意味か分かった人はそういうこと。どんな体格だった？普通。
え、でもさ、実際どうなん？ごめんね、女の子みんなさ、ドン引きかもしれないけどさ、実際祭りすってさ、祭りでしたことあるよっていう人こっそりちょっと今だけ大丈夫だって、バレないバレない、乗って乗ってしたことある人の、こんなにいんの？なんか急に恥ずかしくなっちゃった。こんなにいるの？